アッツォ・アルミラは、フィンランドの指揮者、ヘルシンキの生まれ、シベリウス音楽院でトロンボーンを学んだが、ヨルマ・パヌラとハラルド・アンデルセンに指揮法を学び、在学中の1975年から音楽院を卒業する1979年まで、エスポーシのポリテック管弦音楽団の主席指揮者を任された。1981年には、 ユッカペッカサラステとノーショーピングで行われた、指揮者コンクールで1位を分け合い、1982年から1987年まで、フィンランド国立歌劇場の指揮者を務め、1987年から1989年まで、タンペレフィルハーモニー管弦楽団と予演数、指管弦楽団の主席指揮者に転任した。1989年から1995年まで、 フィンランド国立歌劇場に戻って、指揮活動を続け、1995年から2000年まで、クオピオ交響楽団の主席指揮者となった。その後は、聖名よき交響楽団の主席客演指揮者を務める。1991年より、母校のシベリウス音楽院で助教を務めたが、2002年には、講師に昇格し、2013年より、レーフ・セイゲルスタムの公認として、 指揮法とオーケストラ演奏法の教授を務める。作曲家としても活動し、30枚の銀貨などのオペラも作曲している。imdb.com。ありがとうございます。